小鯖そうめん焼きサバそうめんとは、滋賀県長浜市周辺の古北地方に伝わる郷土料理。サバそうめんとも呼ばれる。農飯期である5月に農家へと継いだ娘を持つ親が忙しい娘を気遣い、実家から嫁ぎ先に焼けサバを届ける5月見舞いという古北地方の習慣に由来する。農飯期に気軽に作って食べられる料理として、 また客をもてなす菜や冠婚葬祭などの晴れの料理として食べられてきた。湖北地方は内陸に位置するが、サバの産地である若狭湾に近いため、小サバやなれ寿司、へしこなど、サバを使った料理は身近な存在であった。小サバとそうめんを組み合わせるようになったのは昭和40年代頃からとされる。なお、サバ街道が通る高島市くき地区でも、 小鯖そうめんは祭りに欠かせない料理として食べられている。もともと家庭料理であるが、1990年頃から長浜の名物料理として観光客向けに飲食店でも提供されるようになった。小鯖そうめんを看板メニューにいち早く取り入れた飲食店、翼かろうが開店したのは1990年で、 地元の観光協会が観光資源として注目するようになったのは2005年頃からという。2020年時点では長浜市中心部の9店舗で提供されているほか地元のスーパーマーケットの惣菜コーナーなどでも販売されている。2020年には地元小学生の体験学習をきっかけに焼けサバそうめんの即席カップ麺が開発されて話題となった。 家庭によって味付けや作り方には細かな違いがある。小サバは甘辛いだしで柔らかくなるまで煮込む。一の煮汁でそうめんを煮る。そうめんの上に焼けサバを乗せる。ありがとうございます。